今日は JA 祭に来ております。あ、柿が柿が出てるね。干し柿は出荷できないけど生のやつは、今わかった。今ちょっと繋がんないんで。じゃあ外を見てみようか。はい。今日は伊達市保原町の、JA 祭に来ております。食券売り場。初めて来たんですけど、なかなかここ盛大っすね。あ、ほうれん草安い。あ、バナナも売ってる。あ、ここは八百屋さん。あ、パンも売ってる。あ、花も安い。あ、カップ麺も100円。あ、魚もあ、イカが3杯400円。ホタテ150円、安い。生サンマ10匹500円、安い。安いっすね。加藤さんどうですか、安いっすよこれ。安いね。3杯400円。スルメも、あ、アサリ300円、安い。ここは保原体育館で今の催し物イベント等がありまして、中の建物で洋服、田島屋さんとかが出展されてますね。安倍さんとか、で、外の広場では、こういう農機具とか、あとは子どもたちのイベントですね。なかなかこれ JA 祭っても盛大な、こう町を挙げてのイベントという感じで、すごく、初めて来ましたけども、なかなか、出店数というかあれですね。あ、これ楽しそう。フェイスブックでさ、はいはい、石臼のコーヒーがうまいって書いてある。石臼のコーヒー、石臼のコーヒー行きますか。フェイスブックの、あ、焼きそばうまそう。はい、どうぞ。やってみてください。え、これコーヒー無料ですか。無料だね。昨日入賞するか。この石臼、この石臼いいっすね。俺コーヒー入れるからな。あ、石屋さんの組合で出店していて、はい、なんか抽選みたいな。ちょっとこう。プレミアム商品券、あ、これ今人気っすよね。すごい売れてますよね。あ、田島さん、どうもおはようございます。はい、夜何でしたっけ。ビジネスクラブ。ビジネスクラブ俺入ってない。田島の社長さんが、今日は夜ビジネスクラブだぞ。俺入ってないんだよ。宣伝させていただきますと、伊達市で、トクトクキャンペーン、商品券5000円に500円の商品券がついて、さらに抽選でこういうテレビだとか、冷蔵庫、電化製品などが当たるという今イベントをやっております。伊達市の6つの商店街で、特別イベント開催中ということで、
ね、これみんなで買いましょう、ぜひ、このね、うちでもよく売れてます。もう軽く買うしかないって感じですね。プレミアム商品、はい、あ、クレープ屋さんもありますね。うまそうっすね。磯辺焼きお菓子ですね。ハマコン安い100円。あ、回転焼きもある。で、今日は沙織さんに会いに来たんだけどいないっすね。あ、いた。ここ何言ってなんかちょっと寂しい。すいません。いや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 。なんかね、作家さんがね、熱出しちゃって、うん、うちらだけっていう形になったからスペースが激減しちゃった。本当はもうちょっとこういうのが来るはずだったらしいですけど。ああ。でもね、熱出したらしいです。女の人が喜びそうな。あ、可愛い。最後の一個になりました。これパワーストーンなんだよね。はい、そうです。手作り、はい、1000円。安いな。わざとらしい演出。すごいわざとらしい。俺知ってんだけど。でもすごい盛大だよね、ここのイベントね。そうですね、びっくりでした。はいはい、私そんな中一人です。はい、お母さんは不動屋さん、奥の中で不動屋さんの別？別です。辛いね、それは。あ、あのヤギちゃんとか来ると思うよ。あ、マジですか。はい。じゃあ、結構ちょこっと少なくなってきて、そこのとこがこう売れたってこと？そうなんです。はいはいはい。じゃあ友達かき集めて。ありがとうございます。加藤さん。加藤さん、あそこで詰まってんだよな。あとで、はい、中に俺の友達洋服屋さん2軒いるので、はい、連れてきます。はい、お願いします。じゃあ見てきてください。はーい。撮ってたんですか。